皆さんこんにちは。今日は2月のお気に入りを紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、月末ということで2月に気に入って使っていたものを紹介していきたいと思います。で、私にも届いたのでウームパーカーを着ています。かわいいですね。はい、では早速紹介していきます。今日はね、ちょっと多めなのでポンポンやっていきます。1月分とちょっとね、被ってるものがあるんですよ。肌がちょっと弱っていたので同じようなものを使ってました。今日はね、ちょっとブランドごとにやっていきます。はい、まずこちらのフィジシャンズフォーミュラです。2月はこの3つをよく使ってました。こっちのね、ベースメイクの2つは1月もね、紹介してるんですけど、こちらがスポットライトイルミネーティングプライマーで、こちらがヘルシーファンデーションになります。ラメが入ってるプライマーなんですけど、すごく自然なツヤを出してくれて、保湿もしっかりしてくれるのですごく使いやすいんですよ。なのでよく2月もね、使ってました。で、こっちのファンデーションはすごく崩れにくくて、この2つの相性がすごくいいんですけど、これ単品でも本当使いやすいですね。プチプラで崩れにくいメイクがしたいときはすごくおすすめです。両方とも他の組み合わせでもね、使いやすいので、持っておくと便利かなと思います。で、こちらはマットリップなんですけど、本当に色が使いやすくて最近ハマってます。ベルベットリキッドリップスティックの01番ベア。今はちょっとリップクリームを少し塗ってるのでツヤっとしてるんですけど、結構しっかりマットになります。でもすごい乾燥するとか突っ張ってくるとかそういう感じはね、全くないので、普段使いもしやすいし、この色がね、ほんと何でも合うんですよ。今日はね、ちょっとアイメイクしてるんですけど、アイメイクしないような日とかナチュラルメイクの日も合うし、ちゃんとしっかりしたメイクの時にも合うので、本当にこれは使いやすいですね。最近ほんとよく使ってます。はい、次はビセです。両方ともペンシルなんですけど、よく使ってました。まずこちらがメルティシャープジェルライナーの BR320 番。これ新作なんですけど、すっごい細いアイライナーなんですよ。こんな感じで 1.5 ミリのね、アイライナーで、細かいところとかインラインとか引くときにすっごいいいです。で、これは繰り出し式なんですけど、戻せないのであんまり出しすぎない方がいいです。ちょっとこれ以上は出したくないんですけど、本当に描きやすくて、これもね、今日も使ってます。上のインラインを引いてるんですけど、スルスル描けるし、細いし、不快感なく描けますね。これまだ買ったばっかりなので全然なくなってはないんですけど、これリピートしたいなって思うくらい気に入ってます。すごいおすすめです。で、こちらは動画でも結構出てきてるんですけど、ソフト&スリムアイブローペンシルの BR300 番。アイブロウペンシルでこちらもすごい細いです。こんな感じで一本一本ね、毛を描き足す感じで描けるのですごく気に入ってます。で、反対側にはブラシもね、ついてるんですよ。なのでこれ一本でこうアイブロウ完成させられるので、持ち運びにもね、すごく便利です。で、このペンシル自体も細いので、ポーチとかカバンとかに入れても幅取らないのでおすすめです。で、次はこちらです。これはミネラルコスメシリーズです。こっちがベースなんですけど、これは1月も出ました。こちらがバントルテのミネラルシルクメイクアップベースで、こちらがエトボスのミネラルフローレスリキッドファンデーションです。本当にこれもよく使っていて、2月もね、やっぱり肌が弱っていたので、どうしてもメイクしなきゃいけない時とかはこちらをよく使ってました。石鹸で落とせるので、本当肌に負担なく使えて気に入ってます。で、こちらはチークとリップです。で、これは初 MIMC だったんですけど、すごい感動しました。チークの発色がめちゃくちゃ良くて、肌がね、綺麗に見えました。私が買ったのは新色の09番ブレッシングっていう色なんですけど、コーラル系のカラーで春メイクにすごくぴったりです。ナチュラルコスメなんだけど、すごく肌も綺麗に見せてくれるし、仕上がりも可愛らしくてすごい良かったです。これをきっかけにね、もうちょっと増やしたいなと思いました。それぐらい気に入ってます。で、こっちはエトボスのミネラルリッププランパーのフレッシュレッド。これ一応プランパーなんですけど、全然ピリピリもしないし、プルンとみずみずしくしてくれるのですごく気に入りました。こんな感じで手に出すとちょっと薄いかなって思うんですけど、唇にのせると結構色づくので血色が良くなる感じです。こちらもおすすめです。で、次はこちらです。もうお気に入りになりました。こちらがアナスタシアのアムレジーハイライターで、こちらがナーズのイグナイティッドパレットです。こちらは両方とも海外コスメになります。前回のメイク動画でも両方使ってるんですけど、本当に発色が良くてめちゃくちゃ綺麗だったので即お気に入りになりました。ラメとかキラキラとか発色がいいものが好きな方にはすごくおすすめです。で、こっちのパレットはピンク系とか紫系が入ってるので、これからの春メイクとかにすごくぴったりです。はい、こんな感じになっています。
すごい発色もよくて、こう見えてもね結構普段使いに使いやすいんですよ。激しいメイクもねできるとは思うんですけど、ナチュラルなメイクにも向いてるので失敗しないパレットかなと思います。でこちらのハイライトもねすごく綺麗です。こんな感じです。結構ね色味強く見えるかもしれないんですけど、のせると濡れたようなツヤが出るんですよ。今日もね使ってるんですけど、肌なじみがいいですね。海外でもすごい人気だし、結構日本でもね人気だと思います。で私は両方ともねバイまで買ってるので、気になる方はそちらをチェックしてみてください。で長くなっちゃったんですけど、最後はこちらです。リップケイトのカラーハイビジョンルージュです。これ春の新色で4色ねあったんだけど、よく使ってたのは3色のこちらですね。こちらが OR3 番でちょっと蛍光ピンクっぽい色で、真ん中が BE2 番でピンクベージュです。で最後こちらが PK3 番でミルキーなコーラル系の色になります。はい、出してみるとこんな感じで、こちらが OR3 番で BE2 番、そして最後が PK3 番です。どれも春にぴったりなカラーになってます。セミマットな仕上がりなんだけど、結構しっとりしてるんですよ。乾燥とかはね全くしないです。でスルスルも塗れるのでめちゃくちゃ気に入ってます。なんか今月は結構お出かけとか動画以外の時はね、今日紹介したこの5種類をよく使ってました。本当使いやすいです。全部これからの時期に使えるので、ぜひチェックしてみてください。はい、というわけでこんな感じでした。今月は結構新しく購入したものとかが本当に当たりなものが多くて、たくさん気に入りましたね。でさっき紹介したこのフィジシャンズフォーミュラのこの3つは店頭にない場合があるんですよ。あ、でもこっちはねあるんですけど、こっちの2つが店頭にない場合があって、どこに売ってますかっていうのをよく聞かれるんだけど、私も本当わからなくて、たまたま見つけたんですよ。この2つは秋に発売された時に欲しくて結構探してたんだけど、なくて諦めて、たまたま見つけたから買ったんですよね。でついこの間、あのいつも行ってたロフトにこれが追加されてて、ちょっとコーナーが大きくなってて、店頭で見たのはね2回目でした。実物触って試したい方はお店回ったりとか調べていただいた方が早いと思うんですけど、もうこれが気になってほしいなっていう方はネットとかね、あと iHerb とかで売ってるので、そちらをチェックしていただいた方が早いかなとは思います。ということで、気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。はい、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画が面白かったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録はこちらからお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。